たじけのうございます。謝罪などいらぬわ、役立たず。百姓ならばあるいは。そうかもな。酒井様、お見苦しいところを。純真、今のは何だ。人探しを頼まれたのですが、私ではお役に立てず。案ずるでない、俺が話そう。ありがとうございます。加えて村のこともお礼申し上げねば。これで立て直せます。民のために尽くしてくれ。では。の方へ武装した者と一緒に。そうか、助かった。尋ね人は見つかりますか。形状に名があった盗人だ。手を貸しましょう。私に始末をつけさせろ。武装した者もおると聞きました。浪人だろう。だからこそです。確かに一人では手に余る。力を借りよう。なれど、詮索はしてくれるの。承知しました。浪人は村外れにある橋に向かったらしい。ついてこい。とは何者ですか。あろうことか、襲われた我が館を漁り、貴重品や家宝をまんまと盗み寄った女だ。そやつの名は舞。我が家のかつての次女だ。3年前盗みの現場を抑えられ、夫を怒らせてな。穏便に済ませたかったが、糸間を取らせた。処遇を悔やんでおいでか。あやつとは親しかった。裏切られ傷ついたのは私だ。何でも売ってやるから、今少し待っておくれ。もう遅い。主が直々に売るそうと。さあ案内しろ。金をやる。だから任せて。金などないくせに。櫛がある。金と真珠の飾りだよ。私が送ったものだ。なかなかいい値で売れそうだ。よせ、主に殺される。ざれ言はいい。宝の在処に行くぞ。舞と話すのであれば、浪人は処するべきです。数を減らすほどに家宝を取り戻しやすくなるかと。見つかるでないぞ。舞が傷ついてしまう。待て、見つかりたいのか。隠れろ。近すぎる。
気を抜いておるな。私が。近すぎる。までどのくらいだ。でも今は昔茶屋で働いておったが、その人生は辛く彩りもなし。ところがある日、坊主が茶屋にやってきて、一目で女と恋に落ちました。気づかれるぞ。それが女。女は坊主の寺へと飛んでいきますが、坊主は気づくや否や鐘の下に隠れます。女は火を吹き鐘を溶かそうとしたところ、中の坊主は炎に包まれ焼け死ぬ。
舞と話をしたい。お待ちしましょう。あの人殺しどもに頼まれて我が家宝を盗んだのか。なぜ私を裏切った。いいえ、背を向けたのはあなたの方。そなたを助けたのだ。夫は死罪を望んでおった。わからぬか。分かってはおりました。よいか、私は足立家の女なのだ。盗人とは共に行けぬ。今でもあなたは。ならば誰の差し金か言ってくれ。家族の仇なのだ。殺されます。そなたに手出しはさせぬ。隠し場所へお連れします。お主の主は侍であるな。その名は愚か、顔も知りません。あちらから文が届くのみなので、我らのことは知っております。なぜだ。わかりません。文にはあなたを深く慕う気持ちもその痛みもわきまえていると。一体舞と私は深く思い合っておった。主は宝が壊れていないかどうかひどく案じておりました。売るつもりでしょうか。あれは一族にとってのゆかりの品。売ったところで金にはならん。ならば元より売るつもりはなく、手元に置いておくためか。文での物言いもそうです。自分のものであるような。足立家より他の家に渡ったことはない。生き残った者もおらぬはずだな。あの茂みに隠してあります。ジン、取ってきてくれ。別れの挨拶をして。礼を言う。舞はすでに去ったぞ。ジン、伝えておきたい。実は皆まで話す義理はありませぬ。私にとって夫が全てなれど、舞のことも等しく。分かっております。この心に偽りはない。奴らの主に慕われておる様子。夫以外で夫婦になろうと思った者はおらぬ。ただの一人もな。やはり出任せ、話を合わせ舞を引き入れたのか。一体誰がかようなことを。探しましょう。じきに見つかります。豊玉でやらねばならぬことがある。お主にも来てほしい。
思い違いか。まさか梶原がさようなことを。お主の目は節穴ということだな。ジン、少し話せるか。今のは一体。梶原という男が我が館に刺客を放ったことが分かった。やつも犯人の一人だ。梶原の家はこの近く。坊主が場所を知っておるが口を割らぬのだ。それでは私が聞いてみましょう。純真、無事で何よりだ。酒井様もご宗家で梶原というものを探しておる。居場所を知っておるな。政子様はひどくお怒りのご様子で、あやつを殺めるのではありませんか。足立家を襲った連中とつながっておる証拠があるのだ。まさかあの梶原が一介の心優しき漁師でございますよ。政子様は我をお忘れなのでは。純真、話をするだけだ。本当にお話をするだけならば。道沿いに海へと進めば浜に梶原の小屋があります。それで道沿いに浜へ参ります。いかにしてあの堅物から聞き出したのだ。私の言葉には頑として耳を貸さなかったぞ。あなたを恐れておるのです。恐れる？なぜだ。時にいたけだかかと。なんだと。責められる覚えはないぞ。梶原の正体は残虐な男。かつては館の下男だ。有能ではあったが、いかんせん気短であった。多めに見てやったものの、影では己の妻と娘に手を挙げておったのだ。下道めが家族に害を加えるとは。即座に館から追い出し、その妻子を我が家でかくまうことにしたのだが、翌日には夫の元に戻ってしまった。人は変わりません。期待したとて裏切られるだけです。この道を進めば浜に着く。見つかるのは避けたい。
馬を降りるぞ。慎重に進みましょう。梶原なら家族を盾にしかねません。あれが梶原の小屋でしょう。猛虎がおりますが、一家全員すでに殺されておるかもな。もしくは逃げ延びたか。行きましょう。一家は小屋におるやもしれません。新しい布。布ではない、絹だ。一介の漁師が買える品ではないぞ。梶原の妻子に相違ないかと。いずれこうなると思っておったわ。猛虎が殺したのでは。ならば梶原の骸はどこだ。刃が血に濡れておる。猛虎の兵具ではなさそうだな。寮の道具です。ここに足跡が外へ続いておる。梶原のものやもしれません。一人で逃げおったか。足跡を追いましょう。梶原か。雅子様、猛虎に襲われ妻と娘が。よくも抜け抜けと。お前が殺した。頼まれたのです。猛虎に殺されるよりは救いがあると。おのれ。ジェン、一族を殺めるため館に刺客を送ったのはお前だな。主の名を言え。答えれば楽に殺してやってもよいぞ。おのれが妻子にしたようにな。あのお方は分かってくださったのだ。何を分かってもらえた。あんたのせいで身を滅ぼし、家族を食わす銭にもなくなり、路頭に迷わざるを得なかったことを。あれ以上は聞くに耐えん。すべて出任せでしょう。
身を滅ぼしたこと以外はな、サダオを見ておる気分であった。犯人どもは遺恨から館を襲ったようです。深い恨みを抱く武士が率いておるようだが、全く心当たりがない。突き止めねば。いい子だ、ロブ。先日座禅を組んでいたら、若い狐が隣に座っていたことがあります。賢いゆえお主の人柄に惹かれたのであろう。話しかけると何か言いたげに立ち上がって、ついていくと神社にたどり着きました。あの時の感動は言葉では言い表せません。かような時でも光をお与えくださるのだな。地頭様が救出されたのなら、いずれ猛虎も対馬から追い出されるはず。Sen nere amar? Oy! Bu ne okukça harta? Dok!
昨夜現れて見ましたか？落ち着け。お主の名は？シノでございます。シノ、して何を見た？川の子、カッパです。妖怪の？確かか？かつて父に聞かされた通りでした。川に住み、地面に爪痕を残し。殺されずに済んだのか？父が追い払い、私は隠れていたので。すると水が跳ねて叫び声が。父親を探してみよう。家におれ。水辺に寄るでないぞ。気をつけください。カッパは空腹の風。こぼれている。急いでおったようだ。食い散らかしてある。よほど腹が減っていたのか。この後、人か獣のものか。川に続いておる。ふっ。跡が続いておる。
シナの父親だな。切り口はむごいが鋭利だ。太刀で切られたか。犯人の足跡があるはず。見つけた。この方角か。この匂い、焼けた魚だ。カッパではない。犯人はただの賊であろうな。ある意味化け物か。苦労して殺したってのジジイが持ってた汚い笛だけだったとはな。魚もあったぞ。おかげで捕まえる手間が省けたな。トークン逃がしてなるものか。うわっ、やった。盗みも働いておるはずだ。小石だ。笛だ。シノの父親のものだろう。シノに渡さねば。父さんは手遅れであった。カッパの仕業です。カッパではない、賊だ。いえ、こんなひどいこと人には。追い込まれれば化け物になるのが人というもの。行くあてはあるのか。赤島に叔母がおります。これは父親のものか。はい。どうもありがとうございます。さようなら。すぐに立ちます。Thank you.
地頭様が槍川家と戦った時でさえ力を落としてらっしゃるんだねな。行こうです。あそこの神社、どこでも。どんな鎧でも結構です。お体の傷も減りましょう。助かった。きっとあなた様をお守りしてくれた。酒井様、しっ、によると浜にあるムクロを片付け、弓の手入れをいたしましょう。恐れながら素材が足りないようです。お侍様、わけにもいかないだろう。命を捨ててまで福島や私たちを守ってくれたから。